いつも絶好調の税理士井上です前回「日本税金昔話」をさせていただいたんですけれども一部の方から「井上をちょっとは真面目にやらんかい」と激励のお言葉をいただきましたのであるあるで続けていこうと思うんですけれども今回は少し真面目にインボイスのお話をさせていただこうと思います。 今回はインボイスの概要基本編ということでなぜインボイスという制度が導入されたのかインボイスとはどのような制度なのかをお話しさせていただいた上で別動画でではどのような対応をしていかなければならないのかを業界別に アップしていく予定です、えー、それでは今回は、えー、基本編概要編ということで早速スタートしていきたいと思いますインボイススタートですまずお伝えしておくのはこのインボイス制度は消費税を本来の消費税の流れに戻すためのものということです決して悪いものではありません 今まで不公平なことが起こっていたことをその不公平を取り除くと言ってもいいかもしれませんただし影響は大きいです特に免税事業者の方あと免税事業者の方と取引がある方双方に大きな影響がありますその 大きな影響のあるインボイス制度をできる限り専門用語を使わずにお話しさせていただこうと思いますまずは消費税の基本的な流れを見ていこうと思います例えばお店で僕が何か商品何でもいいんですけれども例えば某ロボットのプラモデル を買ったこれを例に考えてみようと思います商品代1000円と消費税100円合わせて1100円を僕はお店に支払いましたここで大切なのは消費税を負担するのは最終消費者今回で言うと僕ですお店では ありませんということは本来購入した時にこの消費税100円を僕が国に納付すればそれはそれで構いませんがこれは現実的ではありません。毎回毎回回僕が商品をを購入するたびに消費税を 国に納付するというのは、まあ、事実上不可能です。なので、お店がたくさんの消費者さんから消費税を預かって、お店がまとめて国に納付する。これが消費税の基本的な流れです。これだけの取引ならば、お店はこの100円、 の消費税を国に納付することになりますが実はこのお店も商品を仕入れていますこの商品の仕入れが600円消費税が60円だったとすると消費税だけで言えばこのお店は100円預かりましたが60円 支払っていいるととうことになりますなのでこのお店は預かった消費税100円から支払った消費税60円を差し引いた40円を国に納付することになります残りの60円どうなるかというとこれは工場が預かっているのだからこの工場が 納付することになります。これで60円と40円、合計100円が国に納付されたこととなり、結果としてこの100円、僕が負担した100円が国に納付されたということになります。ここまでは、お店、工場、 双方が消費税の課税事業者だった場合のお話です。ここからは、もしも工場が免税事業者だったとしたらというお話をさせていただきます。免税事業者とは、乱暴に言うと、2年前の売上高が1000万円以下の 事業者のことを言います。今回、工場が免税事業者だとすると、60円預かりましたが、納付の義務はありません。つまり、納付しないということです。納付しませんが、これは当然合法。工場は 何も悪いことをしているわけではありません。ただし、僕は消費税100円負担したのに、結果として40円しか国に納付されないということになります。本来、100円が納付されるべきなのに、40円しか納付されないということです。 さて国は困りましたなんとか消費者僕が負担した100円が国に納付されるような方法はないものかそうして次のように考えましたこのお店は免税事業者に60円の消費税を支払っています。しかしか 工場は免税事業者で消費税を納付しないのだから、この60円は支払った消費税に含めないことにすればいいんじゃないのということです。そうすると、お店は100円預かって支払った消費税がない のだからお店から100円が国に納付されることになります。結果として僕が負担した消費税100円が国に納付されたことになります。では国はこれをどう実現しようとしたのか。 ここで登場するのがインボイスです消費税計算の中で消費税を支払ったよという処理をするためにはインボイスという書類が必要としましたそして免税事業者はこのインボイスを発行できないという制度にしたのです 工場が課税事業者でインボイスを発行できればお店は100円消費税を預かり60円支払った処理になって40円を納付し工場は預かった消費税60円を納付これで合計100円納付することになります。 工場が免税事業者であればインボイスを発行できずお店は60円の消費税を支払ったという処理ができなくなります。結果としてお店が100円消費税を納付して 消費者が負担した消費税は全額納付されたということになります。ただ、これだとお店はたまったものではありません。だから、工場が免税事業者であればもしかしたらこの消費税の60円はお支払いできませんということになる。 かもしれませんここはお店と工場の契約の話になりますので、詳しくは業界別の対応編の動画をアップする予定です。業界ごとでそちらでご確認いただきたいなと思います。このインボイス、誰かが悪いというわけではありません。 諸外国の消費税はもう軒並みこのインボイス制度を導入しています。まあ、強いて言うならば、日本も最初からこのインボイスという制度を導入していれば、今回のような混乱は起きなかったのかもしれません。ただ、過ぎたことを言ってももう仕方がありませんので、今、 すべきことは自社にどのような影響があるのかそしてどのような対応を取らなければならないのかここをしっかりと理解し対応していくことがとても重要なことになってくるのではないかなと思っておりますはい、いかがだったでしょうか今回はインボイスの 基本編、概要編ということでインボイスを簡単に説明させていただきました次回は業界別にどこに注意しなければならないのかどう対応していかなければならないのかということを説明させていただこうと思いますそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです合わせて チャンネル登録高評価いただけるととっても嬉しいです、えー、それではまた次回お会いしましょうバイバイ